play all different styles of music from all over the world. All to the latest. Big Special. Special.午前1時を回りました。ビッグスペシャルのスタートです。北は FM 青森から南は FM 沖縄まで JFN 全国ネットでお送りするビッグスペシャル。こんばんは、音楽評論家の富澤一世です。私は今宮城県仙台にいます。森の都ですよね。青葉山、青葉城は誰でも知っていますが、豊かな緑あふれる美しい町。私もですね、今日昼間江東台公園に行きました。ところがですね、夕方過ぎから雨になりましたよね。そして今ちょっと外を見たところ、まだ雨が降ってるということなんですけどもね、まあ朝までに晴れてほしいなと思います。その仙台市の中心と言っていいでしょうか。仙台市青葉区本町にあります FM 仙台のスタジオから今お話ししています。去年の11月にこのビッグスペシャルは一度いつもの東京半蔵門のスタジオを飛び出まして、名古屋の FM 愛知から生放送をしたことがありましたが、今夜は2回目のビッグスペシャル、日本の旅です。前回は西へ行きましたので、今回東へ行くぜ東北というわけです。こうして FM 仙台のスタジオにお邪魔しているというわけなんです。 FM 仙台、今デイト FM という名前でおなじみです。デイト、英語で DATE と書きます。ローマ字読みなら伊達、もちろん小伊達藩の伊達ですよね。そしてもう一つ、アップツーデイト、たった今最新のといった言葉のデイトの意味も込めています。デイト FM の A スタジオからの生放送、いつものようにお便りをお待ちしています。さて今から午前4時までの3時間、私富澤一世の選曲とトークということになれば、やはりエイジフリーミュージックだと思います。昨日もこのビッグスペシャルの午前2時から私のエイジフリーミュージックのコーナーを聞いていただきましたが、今夜はその超拡大版エイジフリーミュージックスペシャルと題しましてお送りしてまいります。さてこのイベントでもう一つのステージも展開されました。日本最大級のカラオケ歌好き登録者950万人というジョイスサウンドの協力で、ティーナさんのステージの前に行われたジョイスサウンドカラオケ大会、私がその審査委員長を務めたんですが、ここでちょっとですね、それぞれの賞に輝いた人たちの歌を聞いていただこうと思います。まずはジョイスサウンド賞ですね。生き物係の桜を歌った伊藤直美さんです。桜ひらひら続いてデイト FM 賞はボロの大阪で生まれた女を歌った吉田芳明さんです。大阪で生まれた女やさかい、大阪の街を捨てん、大阪で生まれた女やさかい、東京行かん、踊り疲れたディスコの帰り、電信柱に染み付いた夜。続いてティーナ・カリーナ賞は愛のストーリーを歌った佐竹佳代さんです。一人じゃないから君が私を守る、強くなれる、もう何も怖くないよ、時がなだめてく、痛みとともに流れてく、日の光が優しくて照らしてくれる。さらに私の審査委員長賞は高橋真理香の For You を歌った畑中芳恵さんです。あなたが欲しい、あなたが欲しい、もっと奪って心、あなたが欲しい、
そしてエイジフリーミュージック大賞は木山裕策のホームを歌った小島秀明さんです。君がくれた溢れるほどの幸せとまっすぐな愛を与えられてるこの時間の中でどれだけ返せるだろう。帰ろうかもう帰ろうよ、茜色に染まる道を手をつないで帰ろうか、世界に一つだけ My Sweet Home。 さすが大賞、うまいですね。ということでティーナ・カリーナさんのステージとジョイサウンドカラオケ大会いかがだったでしょうか。またいつかビッグスペシャル日本の旅、日本のどっかへ出かけていきたいと思っています。ビッグスペシャル。